ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を主イエス・キリストとぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。やがてお釈迦様はクレーンゲームの前でおたたずみになって、ふと以下の様子をご覧になりました。するとその地獄の底にカンダタという男が一人、お釈迦様はこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。その途端でございます、累計1000万部を突破したあの人気漫画から、あの人気キャラが現世に降臨。セイントお兄さん11巻限定版2月23日発売、通常版も同時発売。